ブッフェル装甲兵員輸送車は南アフリカ共和国がウニモグをベースに設計した装甲兵員輸送車である。1966年以降南アフリカ国防軍はナミビアの独立を要求する南西アフリカ人民機構の総統作戦を行っており、1975年にアンモラが独立してからはナミビアを経由してアンモラ内戦中の アンゴラ全面独立民族同盟を支援したり、陸、空軍を侵攻させたりして、直接関節の両面における軍事介入を行っていた。南アフリカの侵攻に対して、アンゴラ政府軍やキューバ軍は、対戦車時代による待ち伏せ攻撃を多用したため、これらによる車両と兵員の損失を防ぐために、開発された。操縦席は、イギリス製の a t 1 0サクソンやシンバ、 装甲兵員輸送車と同様に助手席が存在せず、左側に偏った操縦席は兵員区画から独立している。兵員輸送区画は地雷の爆風を左右に逃がすように V 字型のテーを持っており、屋根のないオープンヘッドのため、兵員はそこから身を乗り出して射撃を行うことができる。ただし、兵員区画には側面部や背面部に乗降用のドアがなく、 側面部から壁面をはしごで上り下りしなければならないので、兵員の迅速な乗降に支障をきたしている。ブッフェルは、あまり乗り心地が良くなく、長時間の兵員登場に難点があり、南アフリカ国防軍ではより洗練された、設計のマンバ装甲兵員輸送車やキャスパー装甲兵員輸送車などに更新され、ナミビアやウガンダスリランカに売却された。なお、 スリランカに売却されたブッフェルはスリランカ内戦においても活躍しているブルドックライのブッフェルオリジナル初期型ブッフェルマーク1エンジンとバンパーを改良ブッフェルマーク 2AB イン区画に屋根と後部上高ドアを設け側面と後部に防弾ガラスをはめ込んだ大型の窓を設置マーク1を改造して製造 ログブッフェル補給用の物資運搬車用。モッフェル大型の荷物を積載可能なようにオープン式の荷台を搭載した型。ブルドックサミル20軍用トラックをベースに製造された型で右側に操縦席がある。ライノブルドックの改良型で操縦席が平員価格と一体化されている。ユニコーンスリランカで製造されているブッフェルの初期型仕様。 ユニブッフェルスリランカで製造されているブッフェルマーク1でタタモーターズ製のエンジンを搭載。ありがとうございます。